東京ときめきチャンネル。東京美意識調査隊、今の髪型への満足度を調査していきたいと思います。今の髪型、髪色に満足はしてますか？はい、はい、はい。ちなみに点数つけるとしたら何点ぐらいですか？76点ぐらい。76点で満足。了解です、はい、80点です。いや、染めたいんですけど、学校が禁止だから染められない。75とか。と髪をもうちょっと短く切りたいのと、色を変えたいんですけど、やっぱり学校があるんで、60点ぐらいですか。いや、満足はしてないです。10点満点で言うと6点ぐらい。5点ぐらい。5点ぐらい。はい、半分。あ、2点ぐらい出ちゃう。伸ばしたいなとは思ってます、結構、はい、ありがとうございます。自分はこういう髪の色が好きだったりするんで、満足してます。してないです。 40% です。してないです。30。今の髪型、髪色に満足されてますか？してないです。してないです。点数100点満点中ですか？80点ぐらい。75。はい、満足してない方、不満がある方、結構たくさんいてびっくりしましたね。そうですね、まあ確かに髪質には個人差があると思うんですけど、基本的には担当してくださる美容師さん次第で、大半の髪の悩みは解決できると思いますよ。そうだよね、まあ、今の時代って美容室もすごい専門特化してきてる時代で、熱意がある美容師さんほど毎日情報発信をしていると思います。で、今の時代ってすごくこう悩みに特化してる美容師さんを見つけやすい時代になっているので、ぜひ皆さん諦めずにネットで探してもらって解決してもらえれば、もっと毎日楽しくなると思いますので、はい、頑張ってください。で、毎日僕ら3人ヘアケアのことを動画にしたりブログにしたりしています。で、動画の概要欄に僕らそれぞれの YouTube のリンクを貼ってあるんですけど、それ以外にもブログなんかも書いているので、もしよかったら見てください。ちなみにコメントいただけたら、それをもとに記事だったり動画制作していくので、ぜひお気軽にお願いします。はい、韓国かヨーロッパ。ロシアあたりか、スイスとかフランスとか。東京ミックスドリンクカミングスー。